はようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日は今から京都の四条河原町までクリスマスプレゼントを探しに行くんですが、本当はですね、大阪の難波に行こうと思ったんですけど、近鉄のお得な切符、大阪なら京都界隈を乗り降りして自由で1日1000円っていう切符があるんですね。前日までに買わないとダメなんですけど、その切符がですね、残念ながら私の最寄り駅で売ってたんですけど、ここの駅ではもう販売しなくなったってことで使えなくなってしまったので、急遽ですね、難波に行くのはやめて京都の河原町にね、行くことにしました。京都市内に行くのであれば近鉄の回数券があるんですね。GU はですね、河原町にあるのをこの前見かけたんですけど、駅の近くのアバンティにも入ってるみたいなので、そこもねちょっと見ていきたいなと思ってます。寒いですね。こじゃんと冷やい。今アバンティ出たんですけど、ちょっともう河原町まで行く気力なくなってきたのでどうしようかな。イオンモールがね京都駅のすぐ横にあるんで、そこに行ってみたいと思います。なんか食べるもあるかな。ここですね。私のね好きなお店ここですね。めちゃくちゃかわいい。今レターパックプラスを1つと、ユーロの紙幣ですね、5ユーロ、これをねこちらで買いました。今日のレートで648円でした。レターパックプラスの方は505円でした。